昨日の西武打線、地味にすごかったことが判明。こちらすでに貼られた打線、山賊が消えました。出場した全選手が打率240未満だった模様。一方、阪神は株主総会でなぜのイジーミエセスを使うのかという質問が飛んでしまう。チーム打率200切り目指して頑張ってほしい。打率とか古臭い指標にこだわってないだけ。まず1点2番から絶望しか感じない。出塁する気がしない。ベルドのスコアボードオンで2017のロッテよりひどいやん。相手からしたら完封が HQS と同レベルやろな。マジで何が起きてんの。山川がいたところで意味ないやん。源田が毎日泣けば打線にブーストかかるから問題ない。去年どうやって勝ったんだよ。猫ファンは今更驚かんわ。マジで紅白戦やな。相手にも失礼。金取るなよ。西武だけインターステラーでにタボロクサイユに来てる素人草野球チームとかしたヤンキースみたいになってる。試合開始時点では陽川の打率は3割あったんだけどな。ご視聴ありがとうございました。